おはようございます。どういう、全然合ってないけど、朝の8時ですよ。いや本当に毎度毎度すいません。よろしくお願いします。ということで月1、一番僕も楽しみにしている時間がやってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。サトシーノと僕 MB の対決みたいな、対決みたいなね。タイトルよくわかんないけど、そうまだね、あのふわふわって決まってないんですよ。ふわふわ決まってませんけど、ただ、まあ、はい、お店で、はい、たくさんちょっと買い物をしようぜっていうね。そうですね、まあ、コンセプトで今やっておりますけども、そう前編が MB チャンネルで、後編が、まあ、そう後編がフォルタスタイルでということですね。で前編がまあざっと店内ちょっと紹介したりとか好きなもの話したりとか、うん、だけど後編はバトルです。対決でしょ。またそうガチンコ対決、おとぐきじゃんけん、ガチンコ対決、ガチンコ対決。 そして今日の舞台はなんとです、なんといやーやってまいりましたよ、六本木はバーミーズニューヨーク。いやもうねすごいですよ、すごい馴染みのある土地で、ほう僕ここはそうここのバーミーズニューヨークから歩いて1分ぐらいのところでスナック経営してたんで。あ、言ってたよね、スナック、 MB スナックやってたんですよ。じゃあもうここ、いや本当このそう、本当すぐそこ、すぐそこ、すごいな。だからもうここは僕の城よ、城なのここ、城なんかもうすでにアウェー感感じるけど。まあでもすごい楽しみ、もうもちろんね僕もバーニーズニューヨークさんはねもう大好きなセレクトショップでありますので、いいですね、もうでただね今回もまだ商品まだ見てないですから、ね、見てないですから、これからちょっと真新しい情報をたくさん提供したいと思いますが、はい、その前に今日もちょっと MB さんのファッションチェックをサカッといこうかな、はい、行きましょうか。上がいや今日バーニーズに来るってことで、はいはい、ちょっとデザイナーズで固めようと思って。なるほど。上はこれ OAMC、 ジルサンダーの現デザイナーのルークメイヤーがデザインやってる OAMC。 かわいいなこれ。でバックはあのジルサンダー。あ、ジルサンダー。これ実はメンズじゃなくてレディースなんですけど、ジルサンダー好きだね。大好きなんですよ。で今日あのスラックスもジルサンダー。ジルサンダー好きだね。大好き。でもなぜかインナーはバーニーズに来るっていうのに、うん、ユニクロ。おいいね。その辺がねもう徹底してていいね。これねちょっと聞いて。これね、うん、聞く。これあのガチで今日買い物するつもりで来てるから。あ、インナーはそういうこと。着替えようと思ってるってこと。そう。そういや違う、インナー白でパンツ黒で。あ、合わせやすいよってこと。何着てもなるほど、ね、ジャッジできるよね。ああ分かる。ここでほらなんかさ、スウェットパンツとか合わせちゃったりするとさ、はいはいはい、なんかいまいち決まんなかったりするんじゃん。あるね。そう、だから黒パン白 T シャツでガチでこう、なるほど、ね、ジャッジできるようにっていうところ。もうこの辺があれですね。もうもはやあのお買い物もうあのフリークの考え方です。さすがです。考えました。靴は、靴。靴はこれレインメーカーという京都のブランドの靴ですね。あ、レインメーカーさんの。はい。オリジナルでやってるの。オリジナル可愛いよね。可愛いですね。そうなんですよ。相変わらずされてんな。アクセもこれ実はジルサンダーなんですよ。あ、これジルサンダー。これジルサンダーなんですよ。どうなってるのこれ。チョーカーみたいな。そうなんですよ。ここはここの。ここかわいいでしょ。これマスクの。これはあのマスクコード、ビーズがついてるマスクコード。へえ。1000円ぐらいなんで。え、これ別で売ってるとか。これ別で売ってます。こっちの店。あ、見える。ちょっとピアスみたいでしょ。うん。ピアスかなと思った。かわいいんですよこれ。服がシンプルだといいね。そうなんですよ。最近小物系結構多いから。そうだよね。そう。見て見て見て、まず皆さんこれですよ。あ、MB さんといえば今話題のヴィンテージのこのエルメス。これとんでもない値段で買ったらしいです。これはちょっと値段がいいっすね。ちょっとやばいでしょ。異常な値段すんで。ちなみにもう言っていいのか、300円だと俺も欲しい。これまあでもヴィンテージエルメスの専門店のお店が、そうですよね、知り合いが出したんで。今ないですよね多分。そう、それのちょっとご祝儀で、あのおめでとうってことで買ったんですけど、リングはブシュロンですね。まあずっとつけてる憧れのやつですけど、でピンキーはこれオリジナルなんですけど、あのちょっとブシュロンをイメージした、ここねちょっとリンクさせてるからね、カラーリングで。でも音系変わったよね。でもね、音系はパネライですね。パネライ変わったよね。そう、あの今日はカルティエだったもんね。そうなんですよ、カルティエ派なんですけど、ちょっと最近はこうナイーブな服装にこういうごつめのものとかのやつがあるんで、可愛いかなと思って選んでおります。サトシーノ、サトシーノさん、まあ今日はですね、あの実はまあ、うん、ここで宣伝してもあれなんですけども、今ですねフォルツァスタイルで膨らましっていう今度新しいコーナーできるんですよ。それあのね、今インスタグラムでやってる、ハッシュタグ、そうハッシュタグでね、うん、読者の方から福玉、福玉、あ、福玉、福玉って書いて福玉って書くんだけど、で今月はライダースが特集してて、ライダースをねポストを集めてる。なるほど。ということで今回はライダースを着てきました。あ、じゃあ福玉のハッシュタグでライダースを着て投稿してねって話なんだ。そういうこと、僕が選ぶんで、っていうのを今度毎週火曜日に生放送もねそれでやっていこうっていう、YouTube でっていう企画になって、なんか生放送呼んでくれる、そうそうそう、出てくれますから、はい、でそういうこともありまして、まあ、ちょっと今回はライダースを着てきたんです。え、これかわいい。これどこの、これライダースね、実はあのフィクサーっていうブランドなんですね。はい、今ねこれなかなか売ってなくて、名古屋のね、うん、あの
アルテデリットさんでしか使えないような、はいはい、あ、そうなんだ。めちゃくちゃレアなライダースなんですけど、まあ、これを今着てて、ジーンズはディスクヤード。あ、いいですね、ディスク。で、足元は WH、 WH、 はい、星葉さんのブランドですね。はははで、中の T シャツは今自分が作ってる、T シャツ。なるほど、はい、究極の VT っていうクロスクローゼットでやってる。すごい、もうザ・サトシーノって感じする、まあね、色気とこの男臭い感じ。いやいや、朝に合わない服装なんだけどいや、だってね、結構寒いんですよ今日。結構寒いんだけど、うん、この人ライダース脱いで歩いてたからT シャツ一緒みたいなそう、そんな感じです。ベルトはね、クロムハーツの。あ、いいですね、クロムのベルト。かっこいい、それ。そうそうそう、あんまりこれごっついとあれだけど、そう、ちっちゃいやつだとね、品があっていいですね。1インチのやつはね、結構使いやすいから。へえ。ネックレスは今プエルタデルソルっていうブランドと、あ、プエルタ、まあ、僕が今コラボしてますね。はい、ネックレスを刺して。リング？リングもクロムハーツなんだけど。あ、これクロムなんだ。そう、クロムの2つ。あらららら、これ可愛いね。可愛いでしょ。まあ、値段は可愛くないけど。まあまあもちろん。そうそう。で、カルティエ、まあ、ここら辺はゴールドですね。なるほど。で、シルバーもこれはフィクサーっていうブランドの。あ、このライダースの。っていう感じですね。フィクサー気になるな。フィクサー気になるでしょ。で、今はこれはね、ロックマンっていうブランドのブランドですね。はい。ちょっともうごちゃ混ぜですけど、まあ、こんなのがまあ自分のミックススタイルで。いいですね。ということで、まあ、ライダースをね、ぜひぜひ。なるほど。そうですね。お願いします。じゃあ早速行きましょう。行きましょうか。では楽しみ。はい。ちょっと雨も降ってきたね。雨も降ってきたね。まあもう消毒を。消毒を。まずはね、消毒を。久々だわ僕でも来る。久々。うん。でもまあこの六本木店といえばもうこの入ってすぐのこれですよ。これでしょ。これでしょ。ラピュタでしょ。ラピュタ。ラピュタですよ。これってなんか噂に聞くと生きてるらしいよ。生きてんだよ。生きてるんですもんね。これ生きてんですよね。幹が本物で。幹が本物なんですよね。あの地平線。歌いだしたよ。歌いだしたよ。乗ってるね朝から。まあこういうのをね、こういうオブジェを見るのもね、そうですね、いいですよね。店舗ならでは。エントランスは、まあ、エントランスからここは1階はレディースですもんね。なんだけど、レディースなんだけど、うん、いつも思うんだけど、この銀座店、銀じゃないや、六本木、ごめんなさい、六本木店に来るといつも思うんだけど、うんうん、レディースなんだけどバッグがちょっとさ、そうね、魅力的で、そうね、見ちゃうよね、ついちょっと足止まっちゃうんだよ ね、 なるほどね。特にだって今回もさ、レディースのバッグとか買ってるわけじゃん。そうなんですよ、これ13だ、メンズっぽいけど実はこれレディースなんで、レディースのね、これそうなんだ、そう、色合いがまた、そう、これなんですよ、まさに。これ仕込みでも何でもないですよね。これ私物ですからね。そうそう、なんかね、色合いがメンズと違うんですよ。なるほどな。ちょっとラメが入ってるみたいな、なんかこうキラッとなってるのもあるんですけど、あ、うんうん、まあでもこういうカラーリングとか割と僕好きなんで、こういうペールトーンのカラーリングが、いい、ね、うん、こういうのをちょっとメンズっぽい格好に合わせたりするのが好きだから。でも実際服もそうだけど、本当今こうレディースで、まあ、女性が男性もの持ったり、ね、男性が女性もの持ったりとかって今本当にこう、ね、交差してるから、どっちもありだと思います。ね、小物とかチェックするのはありだよね。そう、ロエベのバッグとか僕すごい、確かにね、レディース欲しいし、かわいい。この辺フォルトでも紹介したもんな。いろんなブランドが、本当こういうラグジュアリーのブランドの今最先端の小物がブワッと一堂に並んでるから見応えはあるよね。そう、あとあれだよね、うん、あのこれからのシーズンだってギフト需要めちゃくちゃ強いと思う、ここ。確かにそうだわ。小物死ぬほどあるから、うん、で忙しい人なんか特にさ、一個一個ブティック回っていけないじゃん。そう、ヤロエベ行って、ジルサンダー行って、そう、マレーシアが行ってみたいなことね、やってると大変なんで、ここ来るとまあ大概揃うんで。そうね、それは本当に助かるよね。ジルサンダーの小物本当かわいいね。いや最近人気だもんね。へえ。これがさ、おしゃれな人はさ、あの、うん、まあ、もうかけてもいいんだけどさ。なるほどね。金山大成君とかこうやってる。大成やってんね。わかるわ。ね、あ、絵が浮かぶ。そう、なんかそれがまたこうブレスっぽく見えたりとかして。なるほどね、ここら辺がね。そうそうそう。レディースのやっぱね、考え方だよ ね、 ね。そうだよね、レディースっぽいよね、発想がね。上行きましょうか。全然進まないから。全然進まない。もうこっからチラッとも 見ながらこれも説明する。あ、そうだね、ディフューザーね、そうね。ディフューザーね。いや、僕ディフューザー大好きなんですよ。俺もディフューザー大好き、ね。そう、だからブドウの木で、あのディフューザーね、突っ込んで。なんて説明すればいいんだ。でもあのでっかいのがやっぱすごいね。あれさ、ボトルもワインの形じゃないですか。そうね。だからついつい並んでると誰か間違って飲むんじゃないかみたいな。酔っ払いが。いやいやいや、ここ酔っ払い来ないから大丈夫。あ、そっか。そうあのね、あれがね、すごいいいんですよ。バイオプログラミングのドライヤー。あ、ドライヤー。ドライヤー。あれ、レプロナイザーっていう。あれね、
ドライヤーって熱当てるとほら髪って傷むでしょ、うんうん、でもねあれ髪質良くなるドライヤーなの。へえ、サラサラになるやつ。そうだから毎日かけてるとどんどんサラサラになってきて、俺だって1年前の YouTube と今の YouTube と髪のキューティクル全然違うの。これ使ってるかってこと。これ使ってる。これ結構高いんだけど。案件じゃないよね。案件じゃないだって俺もうこれね、これ全部買ってるから俺すごいね。ストレートアイロンもあの全部くるくるやるアイロンも、うん、ドライヤー2個買って、で12月だから11月だから新作出るのよ。それも俺予約してるから案件ください。むしろむしろください。こんな感じでですね、来ましたけど。さあ来ました。圧巻ですよ。バーニーズって感じの。もうなんかね、もう何も言うことねえって感じですけど、見てください、このもう贅沢すぎる空間。これはね、バーニーズはね、息つく暇がないんですよ。そうなんですよ、ね、全部全部いいブランドばっかり。今が旬の息つくブランドが本当に一個もないんですよ。ないんですよ。なんかほらセレクトショップとか、あの普通のセレクトショップだったら分かる、ハイブランドあってオリジナル挟んで、ハイブランドあってオリジナル挟んでってなるから、ちょっと息つく場所があるのよ。いわゆるなんか言い方あれだけど、箸休め的に見れるんだけど、ひっくり返すと今まで10万だったのがいきなり2万とかあるから、あるよね、あってちょっとこうホッとするんだけど。そうね、ここはもう隙間、もう寸分のこう隙もないというか、10万、15、20、上がっていくみたいな、ね、上がっていくみたいなこともあるからね。ただそれがね、バーニーズの面白さですから。まあ面白さだし、本当にトップオブトップを見て、うん、目が肥えて心理眼をつけて帰っていただけるというところ。いやでもこれただでこんだけの商品見られてないですよ、よく考えたら。でしかも見やすいし、うん、見やすいし、ごめんなさい本当にね、バーニーズ僕よく来るからよくすごく言いたいんだけど、うん、バーニーズの店員さんは優しい。あ、そう。これねマジでバーニーズの人たちがいるからじゃないけど、マジで優しい。でもすごい言うもんね。だってあのすごいなんだ、人見知りじゃない、元々。そう、超人見知りだから。そうだよね、怖いのよ基本怖いの。バーニーズは優しい。人が怖いからね。そう、えー、知らないブランドとか見たり来たりするの怖いじゃん。わかる。でもそれ触れれないもんね、知らないブランドはね。知らないっていうことが恥ずかしくならないようにちゃんとこう言葉で誘導してくれて。あー、すごいねそれはね。そう、すごい気が利く。なんかそんなこと聞くだけでちょっとこう来るのに安心感があるね。いや、だってもうやっぱこんだけピリッとしたさ、まあ、空間だからもう緊張感半端ないわけでしょ。だってここ大理石かなんかみたいな感じの柄じゃん。そうね、そうそう、そこにねもう文字打ってるから、ね、文字打ってるから、バレンシアガって文字打つかここに。打っちゃってないからね、確かにな。そう、でも安心して買い物ができるし、ね、別に買わないで出てっても、うん、本当にね笑顔で送ってくれるから、あ、ここ、それは嬉しいですね。ここは本当すごいよ。しかもここにはさ、カフェもさ、後でまあ紹介するけど、ね、隣接するっていうか。そうなんですよ。あったりとかさ。そうなんですよ。だからなんか本当実はすごいゆったり買い物が本当は楽しんでもらえるような空間になってるから。さあ、取れ高が多すぎて困る感じですよ今。全く今服に触れてないから、ね、全く触れてないからね。どっから行く、まあ、どこ行こっかね。靴から行く。まあでもやっぱトレンドを知るのはやっぱ足元からとも言いますから。そうね、とりあえず靴から行きますか。本気出していい。本気出していい。脱ぐね、脱ぐね。そう、じゃあこっからは、じゃあちょっと俺も脱ごうか。アウターちょっと置かせていただいて。置かしちゃってすいません。雑でいいんで全然ごめんなさい。あ、ここでここで置いときます。大丈夫ですか。あ、落ちてもほら、落ちてもあの何も言わずに助けてくれる新井先生、優しすぎる。これが接客力です。本当落とした方が悪いけど、ね、まあ実際でも MB さんの靴選びって俺もすごい気になるから、どういう視点でこういう靴ってじゃあ買おうとか気になったりとかするんですか。いや、言うてね、言うて僕はもう今日はね、うん、僕のフィールドの気がしますよ。いや 100% でしょうね。言うて僕はね、うん、まあ、もちろんマルジェラとかバレンシアガとかも大好きですし、もともと僕アディダス の, あのオフィシャルのショップで働いてましたし、ナイキの正規代理店だったんで、僕はセレクトショップでやってたってことね。そうです、僕スポーツスニーカーかなり詳しいですよ。いや、まあこういうね、アディダスも、うん、やっぱバーニーズ置いてあるものってやっぱちょっと違うんですよ。違うね。ナイキアディダスってなんかみんな同じ店に同じのを置いてるって思ってる人多いんだけど、超細かくライン分かれてあって、うん、高感度セレクトにしか絶対置かない、日本で10店舗未満しか置かないラインみたいなのがあるのよ。あ、そういうのあるんですね。そう、なんかもうあの要するに ABC マートさんとかももちろんいいの置いてあるけど、うんうん、ABC マートさんには絶対に置かないみたいなラインがちゃんとあって、そういうのがあるから、うん、ナイキ詳しい人も、うん、バーニーズ来るとあれってのがあるはず、うんうんうん、あとさ、なんかこうアディダスナイキとか、まあ、こういうあのいわゆる皆さんが知ってるブランドの スポーツのスニーカーって、うんうん、なんか選び方が難しいじゃない。むずい、まあ、定番は買ってもいいけど、じゃあおしゃれなもんって何って言われた時にクエスチョンになるときに、確かに俺もセレクトショップの あのセレクションを必ずチェックする。そう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 
今こうキュッパーいいんだみたいなとか、そう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 、97か97、97いいんだ、しかもこんな感じなんだとか、そういうのもそうなんですよ、ここをチェックすることでトレンドが分かるとかね、しかもこう値段も買いやすいわけじゃん、ずらーってあると分かんないからね、うん、そうそうそう、ちゃんとねこう取ってくれて、まあ、それがセレクトショップの魅力ですよね、まあ、そうね、だからバイヤーのこう凄みがやっぱ分かりやすいのがそうですよ、でなおかつまたこうもう本当にアイコニックなまた旅ブーツ出ましたね、出ました、この間でもずっと履いてたじゃないですか、僕はずっと履いてます、ね、黒のこのヒールの高さがでもこれ低い方ですけど、僕これで4とか3.5とか4ぐらいっぽいね、うん、俺7ぐらいあるやつ履いてるから、ね、そう、まあ、名作ですね、名作です、このペタンコも可愛いんですけどね、とかこういうタイプもあるってことね、あとマルジェラのやっぱジャーマンですね、定番、ね、もう昔からやってますね、まあ、あのちょっと前までこの真っ白ってやってなかったんですけど、そっか、ちょっと違うのか、そうなんですよ、2年前にどっかが別注だかして、そこからスタンダードになって真っ白が、ね、出るようになったんです、今までミルク色だったんです、俺もミルク色は持ってた、そうミルク色じゃん、そう真っ白意外といいんですよ、僕も真っ白よく使いますけど、いやもうここだけ止まっちゃったよもうこれはもう大変だよ、もう大変だで、バレンシアが、バレンシアが、こうなっていっちゃうよね、でも一個一個に、そうなっちゃうんだよ、どうする、じゃあわーっと見て気になる一足ずつみたいにまずしようか、そうしよう、バーっと今見て、はいはい、じゃあちょっと見ましょうか、そうですね、はい、まあ、僕はまあ、しかもリアルにちょっとね買い物も含めるから、この棚買いなよ、この棚かっこいいね、欲しいでしょ、欲しい、あの地下にさ、これあった、揃えたらもうこれいいじゃん、発想が富豪重機買いなよみたいな、でもこの見せ方すごくいいですよね、もう、いやそう、欲しくなるもん、ね、抜けてるところにこうバーッと並べるのかっこいいな、うん、ねえ、でも靴ってなんか無駄に買っちゃうよね、まあ男の子はねちょっと集めちゃうよね、ヘルノってスニーカー出してるんですね、俺知らなかったです、あ、本当だ、なんかサロモンみたいなデザイン、ね、しかもラミナーなんだ、ラミナーシリーズで出してるんですこれ、かわいい、これ、ね、ゴアテックスなの、すごい、1万ぐらい、あ、3万1000円、へえ。意外と安い、これ買おうと思ってたんだけどな、ちょっとババリね、断念したんだよな、ちょっとこれいいんですよ、わ、俺これかも、でもそれもやっぱダットに入るの、やっぱなんかダットに入るけどさ、なんかダットっぽくないっていうか、ね、そうそう、ちょっとこう品があるというかね、レインブーツのカバーみたいなのがついたみたいなデザインで、なるほど、ね、この TB ロゴがね、あ、いいね、 あれなんですよ、あの人がデザインしてんだよね、名前が出てこない、もうおっさんになると名前が出てこないんだよね、あとでググって、あのほら、なみなみのデザインのやつなんだっけ、なみなみのデザインどこのどこの人に入ってつぶやいちゃってるじゃん、朝からさあどうしよう、僕はもうね、もうあ、間違いなくもうこれです、これです、もう個人買い、これもうずっと気になってたんで、あ、もうこの機会にちょっと欲しいなと思って、この、ね、このモノグラムのほらこうラグジュアリー性とちょっとこのダットな感じがちょうどよく織り交ざってるのが、でなおかつ結構身長盛れるのよ、これすごいバランスいいですもん、ね、バランスいい、ちょっと高いんだけど、まあ、でも10万円、10万ジャストぐらいですかね、10万、そうですね、10万5600円、僕はね、アーダコーダ言っても結局コンサバなんで、どうしてもやっぱりこの辺の WH さんとかがの真っ黒バージョンとかね、いいですね、まあ、ひいき目に見てるってとこもありますけどもまあ私もこうブーツも履いてますけど、でも結局大人が買うスニーカーで迷うじゃない、まあ、確かにこうやってずらっといいの並んでても失敗したくないな、いや、そうなのとかっていう人たちの方が多いと思うんで、実際ね、そういう人たちはやっぱりこういうタイプ、これ白と黒とそれがバージョンでありますけど、それ嬉しいね、本当に軽いし、でこれもね、さらに言ったらやっぱヒールカップこうグッと厚めにしてるから、本当だ、身長もりもりのやつです、しかもビブラムなんだ、そうこれも3万台、4万円ぐらいか、結構あれなんだね、安いんだね、そうそうそう、安いって言ってもあれだけど、へえ。まあでも靴ってあれだよね、その自分がいつも履いてるものって安心感あるよね、そうなんですよ、ね、分かる分かる、だから集めちゃうっていうのはあるな、まあ、アクセ感覚で持つならものすごくこういうのもね興味引かれるんですけど、確かに間違いない、まあ、実用的っていう部分ではジャケパンにももちろん合うし、そうね、ジャケパンでもこれかっこいいもんね、そうそうそう、スポーティーにももちろん履きこなせれるから、なるほど、いいですね、っていうね、まあこういうのがこれがなんかいいとさ、なんか落ち着かないじゃん、まあこういう変のとかもそうだけど、そうだね、この辺が安定してあるからね、安定してあるといいですね、もうね、さっきからね、頭の中ずっとこのグラフィックデザイナー誰だっけなってことあの再来ですよ、あの何回やっても何回言っても思い出せなかったシャツのブランド、あ、シャツで、もう覚えてます、もう俺ダメだ、あ、ちょっと待って、ブリエンヌブリエンヌパリ、あれめちゃくちゃ突っ込まれてたからね、俺たち、そう、突っ込まれてた突っ込まれてた、今回も何かが出てきますよ、バックもあるよ、この2人うるせえなって思われてるよ
バックも行く？せっかくだし。バック行っちゃう？じゃあこれならっていう視点で。そうね。じゃあ、OK です、OK です、OK です。読者にご紹介するっていうよりは。そうだ、そうだ、ピーターサビルだ。ピーターサビル。あ、今思い出した。ピーターサビル。あ、ピーターサビル。ピーターサビルよ、ピーターサビル。さっきのがね。ちょっと嬉しい。ほっとした。ピーターサビルだ。ということで、じゃあバック。バックも自分が欲しいバック、じゃあ一つだけ。そうそう。この中から選びましょう。え、ジル新作こんなのある、超かわいい。待ってよ、マジで。これニットにもついてて、今年新作ニットだと。でもこれ洗ったらどうなっちゃうんだろうって思って買えなかったんだけど、バッグだったらいいかも。あ、かわいい。これなんかちょっと、この金具がニットについてるんですよ。洗え、いや、 T シャツにもついてて、え、これどうやって洗うんですかって、怖くて聞けなかったです、むしろ。外せそう。外せた、外したらんのかな。これでもいい、かわいい。うわぁ、難しいな。ロエベのさ、やっぱロエベいいね。ロエベいいよね。今ロエベいいよね。ロエベあった？上にあんのよ。あ、上にあった。あら、かわいい。このロエベかな。このさ、ストラップがさ、こう、アシメトリーになって、ね、そうそうそう、このバッグ超かわいくて。大人だよね。取引先のなんかデザイナーが、うん、なんかこう、雑にすげえ持ってて、うわ、やっぱ超大人だなと思って。そうね。だけどやっぱもう質がいいのが一発で分かるじゃん。そうで、しかもほらクラシックなスタイルにもあるじゃん。そうよ ね、ロエベって。ロエベにしよっかな。ロエベですか。こっちになればちょっとドレッシーなんだよね。オリジナルとかが入ってくるし。そうですね。ここにも先生のブランドがあるけどね。先生やりますね。先生ブランド作ってんな。先生でもこれもペッレもめちゃくちゃ売れてるしね。ペッレいいよね。我々で言うとダニエル&ボブとかね。ああ、ダニボブいいですね。ダニボブとかもね、まだご健在ですよ、もちろん。ダニボブであれレザーだよね、あれね。ナイロンとコンビ。あ、コンビなんだ。売れそうだよね。いいですね。僕これかな。またバーバリーになっちゃうけど、バーバリー好きなんですよ最近。デザインは何でしょ。リカルド・ティッシュで、このグラフィックを描いたのがピーター・サビル。やっとすっきりした。さっき言えたらかっこよかったのに。あ、そんなグラフィック描いてる人まで知ってるんだ、 MB さんってなったのに。これお気に入りですね。これレザーなんだけど、実はレザーじゃないんですよね。エコレザーで、あのバーバリーが開発したオリジナルのレザーを使っててですね。なんで、まあ最近のそのサステナビリティっていうところに、あの着目して、バーバリーは結構そういうとこ率先してやってるんですけど、でも本当にね、レザーにしか見えないんですよね。すごい品が良くて、個人的に大好きです、これ。これかな、これ一番僕は。もうね、あー、おしゃれだね。しゃれてんな。いいね。しゃれてんな。かっこよいよね。なんだろう、もう物体として好き。え、このサイズ、そう、物体として好きだよね。いいよね。結局バッグって、もちろん実用的な部分が大半を占めるんだけど、こういうデザイナーズとかもそう含めてだけど、やっぱこの、なんだろう、ビジュアルにやられちゃう、なんか服装がこうコンサバになればなるほど、すごいかっこいい。なんかちょっとあれだよね、明日のジョー感がある。バフバフみたいなね。まあすごいね、これね。今、はい、ジョナサン、そうですね、ジョナサン・アンダーソンですね。もうジョナサンに嫉妬ですよ。私大好きな本田翼ちゃんがもうのなんかもうめちゃくちゃ仲いいもんね。そうなんだ。そう、本田翼ちゃんこの間楽屋隣だった。嘘でしょ、早く言ってそれ。俺も学園に挨拶に行きたいわ。今度。いやー、ほんとね、そうぐらい、なんかこうそういうところでも見ちゃうから、すごいな、 SNS の力ってすごいなと思って。まあそうだよね。ロエベ今嫌いな女の子いないでしょ。いないからね。女子受けだったらもうロエベですよ。いや、間違いないと思う。間違いなく。そう、しかもこんなのも黒なんだけど、やっぱここのね、このパーツが一つパシャッと入るだけで、いいですね。あ、いいの、いいねって思わせれるじゃない。あ、やっぱレザーの質感超いいね。そうそう、この柔らかいの。もともとだってレザー屋でしょ。そうそう、レザーだからね。そうですよね。さっきね、全然バックコーナーになかったけど、ぶら下げたバックのロエベで良かった、それも。ああ、そうですね、そうね。それも良かったからな。やっぱロエベはなんかいいなと思いましたね、僕は。ロエベですか。はい。これお値段どれぐらいですか。あ、どれぐらいするんだろう。値段も見ずに。このサイズ結構すんじゃないかな。わかんない。あー、なるほど。そんな高いんだ。18。あー、でもね、先生いいとこ行ってますね。154,000円。おー、まあ、10万だよね。40万。あ、やっぱそれぐらいね。やっぱそれぐらいですよ。そんぐらいすんだ。うん、するでしょうね。だってこれレザーの質感半端ないよね。で、表裏貼ってんの、もしかして。あ、違う。厚手のレザーなんだ、これ。1枚なんだよね。はー、この感じね。なんかクラシックな。きっとさ、このデザインをこう、デザインが描くじゃない、うんうん、これを再現させる、この。
そうね、職人がすごいですよ ね細部まで絶対これはこういう感じにしてねみたいなのを、おそらくね、そう一個手作業でみたいなね。なるほど、うるさい2人、ちょうどいいね、対比な、僕これだったんですよ。あー、なるほどね。だってあの、ね、無地で柄でしょ、はいはい、で本革で、こっちはあのバーバリーが開発したあのエコレザーなんで、あ、これエコレザーなんだね。これエコなんだ、これバーバリーオリジナルの生地なんだけど、本当に本革に見えるけども、いい、ね、もちろん撥水も高いし、撥水力も高いし、これも大人のトートですね。そうで、これね、そんな高くないんですよ。そんな派手な値段しないんで。いくらぐらいこれで。これでね、10台だった気がしますよ、確か。148,500円ですよ。すみません、これとこれが一緒ぐらいですね、値段がね。いいね。なんかこれもそれこそさ、こういうシンプルな格好に。そうなのよ、こういう格好してくると、ついついこういうの買っちゃうんですよ。白黒でコーディネートすると、あれなんかすげえかっこいいじゃん、みたいな。わかるわかる。そう。なんかそうね、こういうバッグはシンプルなほど引き立つからね。こんなん絶対女の子褒められるでしょ。褒められる。褒められるっつったの。はめられる。朝から霜がひどい。どんどんバンに近づいていくから。まあバッグはこういう感じですね。こういう感じ。じゃあ次、いよいよ服ですね。いよいよ服。でもこれもたくさんブランドあるから何とも言えないけれど、バーッと見ていきます。そうですね。じゃあ気になるブランドとかアイテムとかっていう感じ、ここら辺は外せないんじゃないですか。まずはやっぱり MB、はい、MB さんコーナー。はい、もう僕もうマルジェラさんもうとんでもない勢いでマルジェラ集めてるので。どれぐらい持ってるのマルジェラで。いや、ワンシーズンで多分コレクションの3分の1ぐらいは買ってると思う。マジっすか。買い方がバイヤー、すごいと思う。多分すごいね。もうめちゃめちゃ好き、昔から超好き。すごいわ。うん、まあそれは語れるわね。そうなのよ。そんな MB さんが選ぶ今期のマルジェラ一着ってなったらどんな感じなの。あらそんなこと言っちゃう。それ聞きたい。いや、正直ちょっと俺らはねまだ詳しくないから。正直これ見たことないですよ。あ、すごっ、何これ。これバーニーズで俺初めて見ました、今日初めて見ました。これを。そんなに買ってる人でも。そう、このデザインはあるのよ、このウールのこのミリタリージャケット、うんうんうん、今ちょっとあのマルジェラって結構ミリタリー好きだから。なるほどね。来期からはちょっとフレンチに行くんだけど、うん、ミリタリーが好きなんでこれミリタリー風のウールのジャケットやってるんですけど、このタグデザインのやつとこのアイスブルーみたいな色、この色もな初めて見た。へえ、これ多分だけど、ごめん間違ってたらごめんなさい、だけど直営多分やってないよこれ日本。嘘でしょ。ほんとほんと。じゃあバーニーズは買い付けてる。多分バーニーズ買ってるってことだね。そう多分やってない。俺見た恵比寿店も銀座もどこも見てないから多分。じゃあこれお初なんだ。そう、他はもう見てるけど。でこれ入ってきたら間違いなく俺に電話かけてくるから。なるほどね。恵比寿のスタッフ担当が。なるほどね。そう、 MB さん絶対電話来てねえから。多分これね、日本でもバーニーズぐらいじゃないですか買えるの。おお、これでね50万円ぐらいですね。でも裏ボアでしょ。確かに、ね、で冬全然越せるし、これかわいい。すごいね、ザ・マルジェラって感じ。なるほど、この色もじゃないんですね。ないです、このヴィンテージっぽい色と、あとこの本当にね薄汚れたタグみたいなのが、うん、何ですかね、この生地タグみたいな感じなのかな。このリメイク感もねいいですよね。これ結構センスの塊ですね。本当マルジェラマニアはこれぜひ見に来ていただけると。バーニーズに置いてるよて、ね、バーニーズに置いてる、まあ、あと普通におすすめするんだったらこのトレンチとかね、うん、あ、これでも恵比寿店で俺も見た。そう、これはあの割とそうだ、ね、今期この素材が売りだったよね。そうなんですよ。これってやっぱりこのダウンもあったもんね。そうですね、中綿のアーチありますね。でこれは面白いのがここに実はバッグが収納されていて。これそういうやつだった。そうなんですよ、ここにですね出るやつだ。そうなんですよ、ここバッグが収納されていてですね、こういう感じでバッグになるんですよ。そうだそうだ、なんで俺スタッフ店員だよ。完全店員だよこれ。本当にバッグいらずなんですよ。これ見た見た、本当にバッグいらずで、形めちゃくちゃ綺麗で、今ほらビッグシルエットじゃないですか。確かにね。これね、いいのジャストサイズなんですよ。ちょっと着てみましょうか。そう、いや着てください。これサトシノ先生似合いますよ。マジっすか。はい、急になんか店員さんが来たんだけど。いやでも俺ねこの素材すっごい好きなのよ。いいよね、このなんかワシャワシャした感じで。そう、ちょっとショルダージャストでしょ。あ、本当だね。マルジェラっぽくないんですよ。あ、でもいいね。そう、ちょっとクラシック、ちょうどしかも今いい。そうなのよ、ちょっとクラシックな感じが。わしゃわしゃ感じがね、ちょっとゾワゾワするのよね、肌当たりが。これが気持ちいいのよ。いいですね、似合うじゃないですか。丈もいいし。じゃあ今日はこれで早いってごめん、でもマルジェラでこんな時間使っちゃった。これで21万円。そう、あ、来ました来ました。ドカドカ来ますよ。ドカドカ来ますよ。この先生任せてたらちょっとね破産宣告すぐなんで。
怖いです。ちょっと先進みましょうかね。先行きましょう。ちょっとね。なんか私の気になるのなんかこう。あ、そうだよね。ぜひ。なんかもういや待って、でもこの辺は全部多分 MB コーナーだから。危険なコーナーですね。ジルも好きでしょ、ジルサンダー。大好きですね。ここら辺もじゃあジルサンダートピックどれでいきます。ジルサンダートピックはですね。買ったやつとかでいいんだけど。そうですね。まあこれかな。このちょっとこうノーカラーなんだ。そう、ノーカラーの V 字の珍しいですね。ノーカラーで V でこういうデザインって結構ないと思う。しかも肥沃でね。これはどうなんの、これジャケットで入るの、シャツ、なんとも言えないアイテムですね。そうですね、なんとも言えないやつだけど、まあジルの定番のこれ素材ですけどね、結構厚手なんでアウター風にも使えると思うし、でね、ジルってねパターン綺麗なんで、普通にこういうシャツでも羽織に見えるのよ。あ、なるほどな。グッグッて綺麗に作ってるから。これそのまま着てみてよ。あ、でも、もうね、これ着たらね買いますよこれ僕。これまだゲットしてないんですよ。そうですか。そうなんですよ。お客様ありがとうございます。あのね、前もねバーニーズの店員さんに、うん、そう ここかな、ここで言われたんだけど、あまりにも瞬殺で気に入って、うん、着る前に買いますって言ったら、怖い、ま、大丈夫ですか。ちょっと着てみ、一回着てみたいなね。気が触れたと思われた。あー、なるほどね。似合うね、しかも。いやー、ほら巨匠感出るね、やっぱね、あなたが着ると。おしゃれな学ランみたいな。おしゃれな学ラン系がね。おしゃれな学ランみたいな感じ。これいくらぐらい？これで10万とかだね。そうですね、大体まあシャツだと10万ちょいぐらいかな。でもこういう太いパンツに合わせるといいね。そうなんですよ、この感じやばいな。まあさすがジルサンダー大好き、公言するだけありますね。そうです、ね、大好きです。これも可愛いけどね、このシャツ。あ、これもね、これも定番の素材ですね。なんかこうデザイン一目見るだけじゃ分かんないよね、着てみないと。そうなんですよ、ジルのシャツはアウター風でかっこいいですよ。いやでもいいかも、ほんとこれおすすめです、ね、ということで、まあ、ジルサンダー良かったっすけど。良かった。まあ、でも見るとこまだまだいっぱいあるんですよ。いっぱいあって止まんないんですよ、どうしよう。でも逆に詳しい、この辺は詳しいのは MB さんの方が詳しいから、いろいろちょっとリードしてほしいんですけど。バレンチノはですね、はい、またこう順番に行くかいって話だけど。バレンチノだと今どう？バレンチノはこういうグラフィックすごい強いんですけど、僕はね、ごめんなさい、バレンチノさんに、バレンチノさんっていうかデザイナーのことをそんなに深く知ってるわけじゃないし、知り合いではもちろんないんですけど、うん、おそらくアンターカバーの影響をかなり強く受けてるんじゃないかなと。確かにね、そういうデザインで見られると見れるもんね。仲良しなのよ、この二人。そのこのデザイナーとアンダーカバーのジュンさん、ジョニオさん仲良し で、ね、でコラボもしてるんだけど、明らかにジョニオさんとコラボしてからちょっとテイストが変わってきてるんで、るん、こういうちょっとこうダークな世界観をちゃんとしたこのテイラードの技術の中で表現するっていうのが、まあ、今 のバレンチノの多分そのなんていうかな、大きな流れになってるんじゃないかな、まあ、こういう定番のこうバレンチのロゴの ねデザインとかは相変わらず売れてますし、スタッツ そのシャツとかもね。この辺はあれだよね、いわゆるあの定番ラインですね。定番ですね、このスタッツのこのナンバリングが入ってるやつ。これは定番です ね。やっぱでもグラフィックのこのコート系がね、個人的にはすごく好きですね。なんか昔のラフとかもさ、やっぱヴィンテージラフとかもこうだよね。そう、本当世代が合うと話が合う ね、そういうことよ、ね、欲しくなっちゃうよね、そういうことよ。なぜかなんかあの中古のあれでもう探しまくるのはその辺漁ってんだよね。すっげえ高くなってるよね、めちゃくちゃ高いよね。ラフとかね、300万とか400万とか。でもアーカイブはやばいでしょ今。うっそ、これ待って、当時20万くらいだったよみたいな。そうなり得る可能性もあるってことだね。ある全然ある。それがデザイナーの面白いところだ。全然ある、ね、そうなんですよ。今はなんかこう、えこの値段でやってるけど、急になんか評価がガンと上がったら、そうなのよ、えぐいことになる。でミラノでバレンチノを見た時に、このこういうグラフィックを全て、うん、これプリントだけど、うん、全部折りでやってるのがあって、スペシャルピースだって、ここにしかないスペシャルピースで、これいくらすんだってさ、とんでもない値段したけど。それこそ当時のマックイーンとかやってたじゃん。ああ、ね、そう刺繍でね、こう柄表現するような。マックイーンの昔のやつも激高だよ、ね、かっこいいね、ガリアノの。要はだからこういうピースを見るときに皆さんに言いたいのは、絵画買っているような感覚だと思う。あ、そうですね、本当評価としてね。そうなんですよ、着るものとしての。そうなんですよ、まあその価値もあるけれど、結局そういうデザインのアート性っていうのに価値が今後いっぱいガンって上がる可能性たくさんあるから。そうなんですよ、もうここまでいくとね、洋服の範疇を超えてるから。そう、ほんとそう。だから推しブランドのなんかこういうピースはもう持ってた方が、そう、ね、好きならば。でもね、ちょっと待ってください。あのね、あのカメラのバッテリーさっき交換して、またここであの時間足りなくなる。ごめんなさい。いやでもいいかも、ほんとこれおすすめです、ね、おすすめです。これ止まんないな。止まんないんですよ。どうしようか。ちょっとバッテリーチェンジした。はい。早っ、バッテリーチェンジ。早っ。バッテリーチェンジですよ、もう。はい、バッテリーチェンジ。はい、行きましょう。はい、OK です。OK です。OK です。ということで、まあ、ジルサンダー良かったっすけど。よかった。っていうことでバレンチノはいいんで。っていうことでバレンチノ。俺。先行こう。次ね。あ、
またあバーバリーね、さっきのね、これ何でしたっけ、ピーターサビル、ピーターサビルだ、ピーターサビルがデザインしたのよこれでも素晴らしいですね、これ TV ロゴ、ね、そうですね、トーマス・バーバリーですね。バーバリーさん、はい、そうですね、なんか正直リカルドらしさみたいなところが、うん、こんな勝手に喋っちゃっていいのかなリカルドらしさみたいなところが、うん、就任当時はあんまり俺感じられなかったのね、正直一発目、そうなんか恐る恐るな感じ、そう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 、やっぱりこう、まあ、バーバリーの看板あるしね、そう伝統あるブランドだからっていうのもあったと思うんだけど、ね、うん、最近ちょっとこう殻を破ってきた感があるんですよ。例えばどういうのところに行ったの？例えば何でしょうね、例えばなんだろうな、いろいろあるんだけど、まあでも実際例えばさ、こういうビッグのこういう、そうですね、こういうちょっとこうね攻めてる感じ、もうなんかいかにもザ・ティッシュって、ね、確かにジバンシーって言われたらそうだしね、うん、そうなんです、こういうボンバー系もそうじゃない、こういうのとかもさ、あ、そうですね、ボンバー系もそうですし、まあ個人的にはこういうほんとちょっと遊んでる柄というか、あ、中にバーバリーリスペクトな柄と、でも普通にこう綺麗なテーラード で、ね、でなんかやっぱストレートが入ってくることで着やすくなったよね、そう一気にね、個人的にはこれ好きなんですよね、どれどれタグがついてるんですよ、あ、そういうデザインしてある、そうリカルドのこのバーバリーからだけど、 T シャツにこうタグがここにピョコってついてたりとか、なんかねラペルにピョコってついてたりとか、この辺がちょっと遊び心で可愛いなって思いますね、クマニアじゃないと気づかない、気づかないですね、細かいとかね、で嬉しいと思うよ今、そうだよね、うん、そんなこと言ってくれて、あ、よく分かってんじゃん、言うてくれた言うてくれた、こいつ極東の日本の MB とかいうやつが言うてくれた普通にこのやっぱなんかロゴだけの T シャツとか好き、そうなんですよ、ね、TV ロゴが入るとちょっと高くなったりするんですけど ね、こっちはドリス版乗ってるんですよ、急に変わってんのよ、ね、変わってますね、あー来ましたね、そうですね、タイガーですね、可愛いですねドリスらしさというかね、ドリス本当ね、もう安定感抜群ですよね、そう割とこういう柄系がドリスって強いと思われがちなんですけど、うん、意外とデニム毎シーズン頑張ってるんですよ、そうなんだ、そうなんですよ、ドリスのデニムはね質が高くてかなりおすすめですよ、本当になんだろうな、やっぱ柄物とかね、うんうん、そうだふわっとしてるものを買うんだったらドリスみたいな感じで探しに来る方多いと思うんですけど、うん、探しに来る方って俺店員かデニムはねちょっと見ていただきたい、毎回毎回定番で必ず出してるんでおすすめです、しかもそんな値段高くないんで、それこそでも若い頃に何だろう、デザイナーの入り口としてドリス・バン・ノッテンとフォルブ出てくるヘルムート・ラングとか、ヘルムート・ラング、あやっぱなんかこうその時の会社って難しい、ね、大人すぎて、そうですね、ちょっとどうか手が手にこう入れづらいっていうとこがあったけど、この年になると分かるよね、分かる、ドリスの凄さとかさ分かる、ね、大人になったなって気がするのよ、そうなんですよ、普通の例えばこういうスウェット1枚とかえこれ買っていい の、みたいな、ね、どうなのみたいな感じなんだけど、今着ると分かるんだよ ね、いやだからね、大人になったんだな、大人になりましたよ、そんな話やねそしてニールはあれじゃないですか、あニールね、もちろんニールはね、まあ、ニールバレットの、まあ、フォルタスタイルでもね一押ししてるし、あなるほど、編集長も大好きなブランドなんで、ニール最近どうなんですか、僕ニール最近そんなに見てないんですけど、ニールもねやっぱりなんだかんだ安定感ありますよ、安定感ありますよね、まあなんかもうなんて言ったらいいんだろうな、こういうスポーティーな感じとちょっとこうロックな感じ、ストリートとやっぱ混ざってるんですけど、ただゴリゴリやりすぎてないのがやっぱりニールから、そうだよね、ちょうどいいよね、程よく削ってるじゃん、削り方の絶妙なんだよね、そのデザインとかあとパーツとかやりすぎちゃうとちょっとこうなんだろうな、オラオラ感出すぎちゃうけど、なんか程よくセクシーだよね、あニールってね、いいこと言いますね、そうだよね、いやなんか今までこう見てきたのってどちらかというとパリ寄りのブランドというかフランス寄りのブランドだったと思うんですけど、ね、ニールはねちょっとミラノ的 な、ね、そうですよね、洗練されるというか、そうですね、まあこれね、まあ、こんな感じで、はい、めちゃくちゃありますけど、そうなんですよ、まだまだ先長いんですよ、ですけど、そう この辺で一旦前編は切った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、大丈夫ですか、十分、はい、ということでめちゃくちゃ押しちゃったのではい、というわけで MB チャンネルはここまでで、後編フォルツァスタイルではこの後この先も紹介するのと同時に、ね、はい、また恒例の男気じゃんけん対決がありますので、どっちが勝つかという話なんですけど、またその後編の方で ね、そのことしか今考えてないぐらいドキドキしますから、まあ、今回はちょっと値段がちょっとやばいからね、まあね、
まあそう、冷静にいろいろ見ましょう。冷静にね、冷静に、はい、ちょっと相手のことを思んばかりつつ絶対思わないこれ絶対思わないこれ思んばかりつつ、まあ楽しみにしててください。はい、というわけで後編ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。よろしくお願いします。 MB チャンネル、普段ファッションロジック豆知識商品紹介などの行ってますが、美容の話やビジネスの話など男性を総合的にサポートするチャンネルとなっております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお少々見てしまえばい。朝なのに早い。朝ごはん食べてない。